大原総合病院は、福島県福島市上町にある、一般財団法人大原記念財団が運営する、医療機関である。地域医療支援病院の承認、地域集散希望子医療センターの指定等を受け、福島市をはじめとした、県北地方の地域医療の中核を担っている。市中心部にある本院のほか、分院として設立された清水病院。 回復期病院の大原医療センターなどがある。2011年2月10日、大原医療センター設立時の負債の増大に加え、本院の施設老朽化や医師不足による病床稼働率の低下により、資金繰りが悪化、企業再生支援機構による再生支援が決定した。2015年10月、福島県福島市大町6番11号の旧、所在地から、 福島警察署前交差点を挟んで、はすむかいの福島市水道局は土地に新病院の建設工事が着工され、2017年8月、竣工、2018年1月1日に入院患者の移送を行い、開院した。新病院棟は、地上10階建て、延べ床面積、約26,300平方メートル、病床数353床で、高度治療室。 新生児集中事業管理室が設けられている免震構造。周辺地域は福島市中心市街地活性化基本計画の主要事業に指定されており、開業に先んじて隣接地に時間貸しの立体駐車場が開業した。大町の旧所在地は2019年7月より時間貸しの平面駐車場として一般供用されている。人間ドック。 生活習慣病予防検診専門施設。急称、大原健康クリニック。本院の県庁通りを挟んで向かい側に立つ、三峡福島ビル5階から、2018年1月1日、大原総合病院3階に移転及び解消。看護師や理学療法士が訪問し、在宅療養者へ、看護業務やリハビリを行う。大原医療センターに本部を置き、 大原総合病院にサテライトスポットを設けている。看護職者を養成する専門学校。大原医療センターの北幹線を挟んでハス向いに位置する。従業員の子を対象とした保育施設。この不市は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。ありがとうございます。